ウクライナをや欧州派が、キエフ独立広場で行った反政府でも、ユーロマイダンとは、ウクライナの首都キエフにある独立広場、またはその広場において二千十三年十一月二十一日の夜に始まったデモ活動全般のことである。本校では主に校舎について説明する。ユーロは、英語で、欧州を意味し、マイダンはウクライナ語で、 広場の意味である。ユーロにマイダンを合わせ、欧州広場という意味になる。この抗議運動は、ウクライナ EU 連合協定の署名を中止する。代わりに、ロシアやユーラシア経済連合との結びつきを強化するというウクライナ政府の決定により、引き起こされた。運動の規模は、ビクトル・ヤヌコービチ大統領の辞任要求とともに、芝叩く間に拡大した。 この運動は政治の腐敗や権力の乱用、人権侵害という認識により支えられていた。トランスペアレンシーインターナショナルはヤヌコービチ大統領を世界一腐敗した人物の例とした。11月30日のデモ参加者への攻撃の後、状況はさらに悪化してより多くの参加者を招くことになり、やがてこの抗議活動は2014年、ウクライナ騒乱につながっていった。 ユーロマイランの間は、ウクライナ各地で抗議運動や警察との衝突があり、特に、キエフの独立広場は、参加者らによって、キエフ市政当局を含めたいくつかの行政庁舎と共に占領、封鎖された。12月8日、デモの群衆は、近くの霊人像を倒すに至り、タイデモ法が、ウクライナ議会を通過した後の1月に運動と、衝突は増加した。参加者は、 ウクライナ各地の地方行政庁舎を占拠し、2月中旬に勢いは頂点に達した。機動隊は広場に向かって前進し、抗議者と衝突したが、完全には占領しなかった。警察とデモ隊は、キエフの複数の場所で、実弾やゴム弾を発砲し、フルシエフスコホ通りの暴動も起きた。一連の事件の結果、2014年2月21日に、 ロシアと欧州連合調停のもと、ヤヌコービチ大統領と議会反対派の指導者らにより、ウクライナにおける政治危機の解決合意が結ばれた。この署名には、ドイツ外相、フランクバルター・シュタインマイヤーやポーランド外相、ラドスウォーフ・シコースキーらが立ち会ったが、ロシア代表のウラジー・ミルルキンは署名を拒否した。合意締結後間もなく、ヤヌコービチと、 その他の政府高官らは国外へ逃亡した。抗議運動の参加者らは、大統領府の管理とヤヌコービチの私的不動産を得た。その後、議会は、ヤヌコービチを解任し大統領代行として、オレクサンドル・トゥルチノフを置き、前首相のユーリや、ティモシェンコの釈放を命じた。キエフでのユーロマイダンの後間も,もなく、ウクライナ東部において2014年クリミア危機と、ウクライナにおける、 新路派騒動が起きた。ヤヌコービチの追放や新政権の誕生、EU との連合協定の規定採択などにも、かかわらず、ウクライナでのロシアの影響を拒絶するために、抗議運動は政府に圧力をかけ続けている。ウクライナ国旗と同色のリボンは非暴力抗議の一般的な象徴だったキエフでのユーロマイダンの集会、2013年11月24日、ユーロマイダンの本部。 入り口には20世紀のウクライナ民族主義者、スティパン・バンデーラの肖像がある。デモ参加者らの間での一般的なスローガンは、ウクライナに栄光を、英雄に栄光を、というものであった。これはウクライナを越えて広がり、クリミアタタール人やロシア人によっても使われた。ウクライナ放棄軍の赤と黒の軍機は参加者にとって、もう一つの人気なシンボルであり、ユーロマイダンの間、 ウパは彼らにとって大きなインスピレーションの役割を果たしてきた。ビクトリア大学のスリー・アケルチックは、ウパの旗とスローガンの使用は反乱者そのものへの憧れというよりは現政権やロシアへ反発する抗議運動のより強力な象徴であると述べ、キエフにおけるウパの象徴的意義が突然顕著になる理由は、それが現政権の震度路線に対する抗議の最も強い可能な表現だからだ。 と説明している。ウパの軍機の色は、ウクライナのチルノーゼムの黒土にこぼれ落ちた赤い血を象徴している。ロシア国有の世論調査センターによって2014年2月24日に発行された世論調査では、ロシアは合法的に選ばれた政権の打倒に反応するべきかという質問に対し、イエスと答えたロシア人はわずか15%だった。 2014年10月中旬、ペトロ・ポロシェンコ大統領は11月21日は、尊厳と自由の日として祝われるだろうと述べた。2019年2月には、ウクライナ政府が、ザ・ヘブンリー・ハンドレッド通りとして知られるようになった、インスティトゥーツか通りの長さにわたるであろう新たな、マイダン記念碑を寄稿した。ハット鏡を使い抗議、デモを行う人々、 ウクライナ・キエフの独立広場ウクライナの今週の動き。不屈のヤヌコビッチ、追い立てられた、マイダンと、国民期待の冬ハット・キエフ・プリテスターズ・ギャザー、EU& プーチン・ジャウスと、ロイター・ハット、ヤヌコビッチ・オファーズ・オポジション・リーダーズ・キーポス、ラジオ・フリー・ヨーロッパ、ラジオ・リバティ・ハット、トランスペア・レンシー・インターナショナル・ネームズ・ヤヌコビッチ、ワールズ・モースト・カープット・フェブラリー、11、 2016、2016年2月11日閲覧。レボリューション王エウロマイダン、ホーリンアフェアーズ、https、www.holenafairs.com、articles、ウクライナ、2013年12月9日、レボリューションエウロマイダン、キャチャノオフスキー、イヴァン、ザスナイパースマサカーオンザマイダンインウクライナ。 アカデミア .edu,https コロンスラッシュスラッシュ www.academia.edu スラッシュ8 7 7 6 0 2 1え、u n i a n n e t 2014年2月25日閲覧。ウォーカー、ショーン・セーラム、ハリエット、ウクライナ、ザ・ディクテーター・シップ・ハズ・ォールン、バット・ホワット・ウィル・テイク・イッツ・プレイス。 The Observer 衣春0029から7712 HTTPS www.tguardian.com ワールド2014フェブラリー22ウクライナチモシェンコプレジデントプロテスツ2019年2月23日閲覧シンディラーデイジーワズ・ヤヌコビッチエスウスター・コンスティチューショナルラジオフリーヨーロッパ ラジオ・リバティ、2014年2月25日閲覧。2月22日の請求な投票が、ウクライナの憲法裁判所とベルホーブナラーダの4分の、3の賛成による、再審理を求める憲法の指針を支持することは、明白ではない。i.e.338 ロームエーカーズ、ハット AB by Alexey t e l i pravda.com。うわ、2014年3月3日閲覧。 クライミアンタターズプロテストクライミアンパーラメントエスリフューザルツーレコグナイズニオーソリティズ NRCU.gov は2014年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年3月3日閲覧。ウクライナラディカルズスティアバイオレンスアズナショナリストジールグローズブルームバーグニュース https www.bloomberg.com ニュース2014年2月11日ウクライナラディカルズスティアバイオレンスアズナショナリストジールグローズ HTML ハットウッパーコントロバーシャルパートゼンス風インスパイアウクライナプリテスターズニューストレーツタイムズ2014年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年3月16日閲覧 .com メンツは、ドネツクドットコム、メンツは、2014年3月3日閲ずらん、4リーズンズプルチン i ズオールレディー losing ウクライナ、タイム、h t t p タットコム一万千11952、プーチンウクライナクリミアロシア、ユクレイニンスツーセレブレイト、デイオブリグニティアンドフリーダム、オンノーベンバー21、ユニティーデイ、オンジャニュアリー22、インターファックスウクライナ、 http:// コロンスラッシュスラッシュ en。interfax。com。うあ、ニュースジェネラル二十三万四千三百三。html 二千十八年九月十六日閲覧。 ニ <New> <ッ>ュースル o h t t p w w w n e w s r u c o m w o r l d 2 2 n o v 2 0 1 3 u k r h t m l h a t a s a tragedy then, we have another tragedy now, Ukrainians, l リ c k of justice for e u r o m y d a n キ i ングス l a d i o free europe, レイィオリバーティ、2019年2月23日、閲覧、ありがとうございます。